はいどうも皆さんこんにちは、たてチャンネルのたてやです。本日は最近僕がハマっている通販サイトアリエクスプレスで買った商品で、このジャイロキャノピーに取り付けたものをちょっと順番に紹介していこうかなと思います。それでは購入した順に紹介していきたいと思います。まず最初にこれ、オートバイスクーターユニバーサル修正された装飾ナンバープレート東京和歌山市アルミなんちゃらかんちゃらのっていう商品名です。お値段が792円です。で、まあ、このナンバープレート買った理由は、こうやって動画撮るときに元ついてるナンバープレートを隠すためにちょっと変えました。で、まあこんな感じで自分で元こうやって元このナンバープレートはまっすぐなんですけど、自分でこうやって曲げました。で、曲げちゃうと隠せなくなるので、後ろにプラ板を貼って、そのプラ板にこの買ったプレートを貼り付けた感じになっています。とりあえず今のところは固定はマスキングテープでやっています。で、このナンバープレートと一緒に買ったのがこのステッカーですね。このステッカーについては別で動画作ったのでそちら見てください。お値段225円、もう一つステッカーセットになってるやつです。単品だともうちょっと安く買えます。次に買ったのがこちら、このパスワード PWJDM って書いてあるボルトですね。これです。これはあの JDM パーツとかで調べると出てくるボルトになります。なんかあのボルトのワッシャーっていうのかな、そういうなんか飾りのところにこういう文字が書いてあるものになります。こちらが10個で187円でした。次がこちらですね、ケインベルトです。これも動画作ったのでそちら見てください。お値段502円でした。で、ここからはもう全部ステッカー類になります。まずこちら、デンジャー Do Not Touch、なんちゃらかんちゃらと、こちらのステッカーが、これが同じものがもう1枚ついて109円でした。で、こちらのステッカー反射素材になっていて、夜写真とか撮るとこれだけめっちゃ光ります。で、次にこちらのフロントに貼ってあるステッカーですね、こちらの危険人物ステッカーが103円で、このヌードを送るのステッカーが102円です。で、最後、まあ今回いろいろ買った中では一番のお気に入りです。いきます、ドン、変態ステッカーです。これ YouTube 的に写していいのかな、多分この変態の文字はいいと思うんですけど、ちょっとこの背景の絵が厳しい感じなんで、もしかしたらモザイクかかってるかもしれないんですけど、下にこの動画の説明欄に商品リンク貼っておくので気になった人は見てください。お値段136円でした。ということで本日はアリエクスプレスで買った商品のうちジャイロキャノピーに取り付けたものの紹介動画でした。一応今回買ったもののリンクは可能な限り全て下の説明欄に貼ってあるので、気になった人はぜひ見てみてください。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。